ダーリングとは、MacOS 用に設計されたアプリケーションを Linux オペレーティングシステム上で動作することを目的に設計された互換レイヤーのアプリケーションである。オープンソースかつフリーソフトである。ダーリングと MacOS との関係として似たようなものとしては Windows 用アプリケーションを Linux 上で動かそうとする互換レイヤーのワインがある。ダーリングは、 MacOS のプログラムが呼び出すライブラリーやフレームワークの代替実装を提供することで MacOS の機能を複製している。この複製の方法はまた他の方法とは異なり、エミュレーションや仮想マシンでの MacOS プログラムの実行とは異なる。ダーリングのプロジェクトは2012年夏に開始され、時間不足のため中止したマローダーという以前のプロジェクトに基づいている。 開発者はレイヤー上で、例えばミッドナイトコマンダーやザ・アナーク・アイバーなどのアプリケーションをテストしている。今のところ、レイヤーが多くのコンソールアプリケーションといくつかの簡単な GUI アプリケーションを操作できることが示されている。プロジェクトはニューステップに特定のフレームワークの実装のため依存しており、またプロジェクトはラッパーの提供を一般的な Linux ライブラリー上に提供しており、可能な限り既存のオープンソースコードを再利用しようとしている。プロジェクトはまた将来的に iOS のアプリケーションをサポートできることを目標にしているシンプルなヘロワード、ここはアプリを MacOS および Linux で実証。ありがとうございます。